産業技術ホット情報。この番組は鳥取県産業技術センターが企業と取り組む技術開発の内容や成果を紹介いたします。今回は食品開発研究所に設置された食の安全安心対応ワンストップ相談窓口についてお伺いいたします。こちらに8月の食の安全安心相談室というのができたそうですね。はい、食の安全安心に関しましてはご覧になっている皆さんもそうだと思いますけれども、消費者の関心が非常に高いということで、私が所属しております、食品技術課、ここにも、食品関連の業者さんからたくさんの相談があります。それで、大体3分の1がこの食の安全安心にかかるものでして、年間対応件数は約500件に上っております。食の安全安心に関わる相談というのが結構多いわけなんですね。はい、消費者の方の安全安心志向、これに対応しまして、バイヤーさんから企業側に対してですね、安全対策ですとか衛生管理、こういうのどうやってるかという要請が非常に強くなってきております。その関係で企業の方から我々のところにたくさん相談が来ているんだと思います。その中には食の安全安心マネジメントシステム、この認証を取ってですね、海外進出したい、こういうような小さな企業さんも増えてきているということがございます。本来はですね、こういった相談というのは企業さんが独自で自分の責任でやらなきゃいけないんですけれども、中小零細企業さんが多くてですね、なかなかそこまで十分にできないという現状がございます。それで鳥取県の方はですね、食料品製造業っていうのが非常に大きなウエイトを占めておりまして、その関係で鳥取県経済成長戦略っていうの中にですね、バイオ食料品産業というのが取り上げられておりまして、その中で食の安全安心志向への対応による食品加工業の差別化ということが設定されております。そこでこの戦略を効果的に実施するためにですね、鳥取県から委託を受けまして、食品開発研究所に食の安全安心対応ワンストップ相談窓口が設置されております。その相談窓口はどのような体制になっているんでしょうか。はい、この相談窓口にですね、2名の専門員を配置しております。製造工程管理や衛生管理などでお困りの事業者さんからですね、相談をワンストップでお受けすることができるようになりました。食品関連企業の皆様であれば、食の安全安心に関するどんなことでもですね、相談にお受けしております。相談業務のほか、実際に現地に出かけて調査いたしまして、それぞれの企業の状況に応じて支援策を提案していく、そしてこの、事業者さんと一緒になって製造工程や衛生管理システムを構築して改善していくというのが、この相談窓口の大きな役割となっています。これまでの成果というのはどうだったんでしょうか。はい、もう3ヶ月間でやはり衛生管理に対する相談が一番ありまして、たくさんありまして、相談対応件数104件、それで企業訪問の37企業を訪問しております。この相談窓口のその他の役割というのはあるんでしょうか。はい、この相談窓口はですね、個別の企業対応ということだけではありません。食の安全安心に関わる講演会や研修会、こういったものを開催いたしまして、幅広く食品関連業者さん全体のレベルアップを図っていく、こういうことも行っていきます。第1回目の研修では食品衛生管理技術の初級者研修というのを実施しております。鳥取県内から45社およそ80名の方に参加いただきまして、よく理解できたということで非常に好評でした。今後ですけれども、24年1月に中級者向けの1日研修というのを行いまして、3月には衛生管理システムの認証に向けた3日間のリーダー研修というのを行います。皆様多数参加拡大をされますようにお願いいたします。今回できました相談窓口というのができましたので、個別の企業さんの衛生管理に対するレベルが上がるということはもちろんなんですけれども、業界全体がですね、衛生管理レベルが上がって、安全安心に対する鳥取県ブランドというのが確立されるのではないかというふうに期待しております。衛生管理ですとか工程管理でお困りの企業さんはぜひ鳥取県産業技術センターまでご連絡いただきますようお願いいたします。